はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、レッドアイズブラックドラゴンにフィニッシュ演出が追加されたのはご存知でしょうか。今までね、ブラックマジシャンとかブルーアイズとかで、あの相手のライフを削り取るとき、あのフィニッシュファイナルブローって出るとき、あの時に演出が追加されてたんですね。で、レッドアイズが殴る時にも演出が追加されてまして、これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。なんで今日はその演出を見るためのデッキを組んできました。レッドアイズデッキってね、基本弱いんですよ。メインギミックがやっぱね、非常にやっぱり環境に合ってなくて、まぁ、ちょっと最強モンスターは一応いるんだけど、禁止だから、まぁ、ちょっとね、レッドアイズフュージョンとか打って出せるモンスター、マジで本当に弱いのしかいないし、なんか、そもそもこの制約もなんかいかれてるしね。この環境で。で、まあ一応、まあワナビートみたいな感じすればいけなくはないけど、まあやっぱり、レッドアイズを活躍させるにおいて、何と組み合わせるのがいいのかっていう話なんですけども、やっぱドラゴンリンクと組み合わせるのが一番いいです。多分。はい、一番強いと思います、これが。なんでかっていうと、このブラックメタルドラゴンがめっちゃ強いからですね。ブラックメタルを素材にして、どんどんリンクを伸ばしていくと、レッドアイズのカードめっちゃ差し引くんですよ。これフィールドから墓地を加えた場合に、デッキからレッドアイズカードを、加えるっていう効果、これ一旦に1回の制限ないので、何回でも使えるんですね。フィールドから墓地を送りさえすれば。なので、このブラックメタルの効果を何回も使い回して、今回は、レッドアイズ のカードをかき集めます。で、まあ、ワンチャンアナコンダで、フュージョンも打っていくことはあるかもしれないけど、基本的にはまあ、ドラゴンリンクの動きをして、で、この辺構えといて、3ターン目にレッドアイズを蘇生して、レダメとかレッドアイズで、まあ、戦っていくみたいなイメージで、デッキ組んでますんで、早速ね、動き方見ていただければなと思います。やっていきましょう。てか、そろそろレッドアイズにも、強化ください。デュエル。スタンバイ。あ、ブラックメタル来た。あ、手が強い。これはいけそうだな。ブラックメタルドラゴンから入るとね、まあ、レッドアイズカードめちゃくちゃサーチできるんでね、これめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、ちょっとエクストラデッキ、メインデッキになんか余計なカードをいっぱい入れないといけなくなるんで、もう余計なカード呼ばれしてないけど、普通に。そこが一応痛いところでもあるか。まあ、とりあえずレッドアイズダークネスメタル持ってくる。いや、レッドアイズにさ、演出追加すんのはありがたいんだけど、そもそものレッドアイズのギミック自体に強化が入ってるわけじゃないから、普通にさ、ただのレッドアイズで攻撃して相手のライフ削るのめっちゃむずいんだよね。ブラックアイシャンとかブルーアイズとかって、やっぱサポートも結構豊富で、まあ、特にブラックマーシャンなんかはね、ブラックマーシャン自身で攻撃してライフ取るのとかって結構簡単っちゃ簡単なんですよね。サーチも多いし、レッドアイズってさ、本当に強化大したやつないから、レッドアイズフュージョンとかもなんか現代遊戯王においてクソ弱いじゃないですか。ドラグオブレッドアイズを除いて、ドラグオブレッドアイズ来たところで弱いと思うけどな。もはやレッドアイズフュージョンの制約があまりにもきついからな。まあマスターテレだとアナコーダー生きてるからいけるかもしれないけど、と言ってたら、手札が増えてきました。この動きをね、することが、いや、これどうしよう。これあれかな、もうちょっと暴挙に出るしかないから、これ相手のハンド多分言うはずないから、これもう破壊とかいうカードいらねえや。で、アブソルト落とし、アブソルト効果、まあ、基本的にはですね、ドラゴンリンクのムーブですね。はい、ドラゴンリンクのムーブを、していけば、まあ、レッドアイズも代わりについてくるというところがありますので、まあ、それを狙っていくと。一応ね、ブラックメタル君の効果が単一じゃなくて、フィールドからウォッチに送られたときに、レッドアイズカードサーチ9っていう効果が無限回使えるんで、まあ、その無限回の、まあ、効果をまあひたすらに、まあ、ぶち込んでいくっていう感じかな。で、リボルブドセクターが、破壊されて、はい。で、バレットルチャージャーと。まあ、これがね、いつも通りのムーブなんですわ。ドラゴンリンクの。はい。ドラゴンリンクデッキもな、楽印が流行ってなければ、いけるんですけど、十分戦えるんですけど、楽印が流行ってるんで、あと超融合と楽印が流行ってる状態の時ってあれなんですよ。あれはその楽印セットとかされて、アルバレナス出されたり、あと超融合を打たれて普通に全部吸われたりするんで、フィールドのモンスター
ちょっとね、環境が悪いですねっていうフラグを建築したので、これアルバスセットされないことを祈ります。ブラックメタル効果、あの全部ドラゴン族なんでね。これがね、一応ね、レッドアイズムーブのやっぱ理想展開ですよね。ブラックメタルの効果によって展開を伸ばしながら、レッドアイズスプリッツと、レッドアイズファングをサーチしてきて、相手のターンにレッドアイズを蘇生して、そのモンスターにファングを装備していくと。この動きが一番強いと思います、基本的には。さあ、とりあえず、この美しいムーブ、デリンジャラスドラゴンが、破壊す、あ、ブラッド特殊召喚されたので特殊召喚される。で、リンク5をぶち込んでいく。現れろ、我が道を照らす未来回路。アローヘッド確認、召喚条件は、放火モンスター3体以上。現れろ、バレルエンドドラゴン。かっこいい。かっこいい。マジでこのモンスター本当にかっこいいよな。最高だわ。ドラゴン族リンクモンスターなかったら史上最高にかっこいいわ。そしてレベル4のバレットリチャージャーに、レベル4のバレットトレサーをチューニング。大式竜よ、その獰猛なる牙を今銃弾に変え打ち抜け。シンクロ召喚バレルロードサベージドラゴン効果発動。自分の墓地のリンクモンスター一体を装備し、装備モンスターの攻撃力の半分の打点を自分の攻撃力に加える。そして自分の墓地に存在する光闇モンスターをゲームから除去し、あらあらビーステッド、マグラフート。ちなみに一応もう一体ビーステッドがいると、ここでアナコンダ出してレッドアイズフュージョン打って、レッドアイズ融合体を出すこともできます。あのモンスターが1体足りないんで今回無理ですけどね。だからさ、ビーステッドマグラムートの効果、デッキからビーステッドバルドレイクを手札に加えさせてもらうぜ。さあかかってこい。これが圧倒的ドラゴンリンクレッドアイズのバレットアイズのパワーよ。まあ、とりあえず増殖数字打つか。参戦の際ギアでな、ドローフェイズに打つで。さあウララ打つか。あ、アスターターか。なるほど、まあ、これはウララいいか。これはウラーラ打ちましょう。スプライトですね。ってことは、まあ、アルバレナッツは飛んでこないと。アルバレナッツ飛んでこないだけで、まあ、超融合もたぶん飛んでこないな。アルバレナッツと超融合が飛んでこなければいける。超融合とかいうカード、3枚にした、何、その無制限にしたの誰？ちょ、あれ、いかれてたの、あのカード。あのカード強すぎなんだって。ドラゴンリンクに打っていいカードじゃねえだろあのカード。マジで普通にここで超融合って言われてトリフィオベルでも出されてるからな。このゲーム神ゲーだよな。スプライトは多分大丈夫だろう。あーレッダーキャロットね。キャロットめんどくさいね。向こうでいいかいいか。はい、どうぞ。キャロットはそんなに大丈夫な気がします。言うてレッドアイズスピリッツ染められちゃうとレッドアイズの演出見れなくなっちゃうんで、そこだけ注意といったところではありますが、さあまあとりあえずランク2かリンク2か分かんないけど、あー、スプリンドか。なるほど、スプリンド、まあそれはさすがに無効にせざるを得ないかな。まあとりあえずバレルエンドでスプライトスプリンドを無効にしていく。でトレーサー、まあ、この無効効果チェーンできないんでね、相手で、かっこ永続無効なんでね。はい、まあ、バレルエンド君は最強といったところ。このモンスターの性能は本当にリンク5って感じだよな。あ、まあ、無限包容にめっちゃ弱いよね。魔法トラップカードめっちゃ効くんで、バレルエンド君ね。そこだけちょっと、不安要素ではありますけどね。脱出開門発動いいでしょう。ああ、なるほど。バルドレイク出しとくか。バルドレイク出しといて、はい、バルドレ出しといて、エクストラキから出てきたモンスター除外できるようにだけしておきましょう。まあ、これさすがに勝ったでしょう。はい、こっから負けたら逆立ちして鼻からうどん食いながら踊ってやるよ。 あどうぞ。なんかめちゃくちゃ頑張ってるね。ギガンティックスプライドいいでしょう。めちゃくちゃ動いてくるけど、まあ、残念ながら私のバルドレイク君の前ではそんなモンスター無力と。
はい、吹き飛んでいく。さあ完全に吹き飛んでいきます。おっとカードをセット、なるほど。ネフェ16枚何もできませんでしたね。まあさすがに最強といったところ、まあ、レッドフェイス、レッドアイスプリッツ効果、レッドアイスダークネスメタルドラゴンを墓地から即召喚。ふわーバオ、かっこいい。タンクは装備する必要ねえかまだ。まあ、あのクセカードが超融合ってことはまあ基本的にはないと思うので、多分大丈夫だと思いますが、レッドアイスダークネスメタルドラゴンの効果により現れろ、レッドアイスブラックドラゴン超激レアモンスターだぜ。そしてブラックメタルドラゴンをレッドアイズブラックドラゴンに装備、ピキーン。これでバトルフェーズか。いや一応ルベリオン出すか、一応ルベリオン出して、あのステカード割りに行くか一応な。まああれが超融合ってことはないと思うけど、一応ね、念のためね、念のため行きましょう。ザ・ビーセットルベリオンの効果を発動、バルテク残しよっか。レッドアイズダークネスメタルドラゴンもリリースして特殊召喚、ビーステッドルベリオン効果発動。これ超融合でファイブゴッドドラゴンって言われるパターンかね、ないか。もうなんか超融合打たれすぎて、あちょっと頭おかしくなってきた。超融合打たれすぎちゃって、もうちょっと頭がいかれてきました。とりあえずあの伏せカード終わりましょう。スプライトガンマバースト、なるほど。それは別にいいですよ、特に。一応無効にしとく、打点が上がると突破できなくなるか。いやそんなもんないか、1400。あいや、うん、まあまああんま関係なかった、あんまり関係ない。はい、さあ今から俺はお前を殴る、君が泣くまで殴るのをやめない。待って、順番待って、ここ殴って、こう殴って、よし OK で、ボタンオフにしていけ。あ、ここじゃない、いけ。黒煙弾かっけー、かっけー、マジでコナミ君演出家ありがとう。なるほど、ハンドは結構強そうですね、これに関しては。まあ、一回ちょっとルベリオンで様子見るか。さあ、ルベリオン効果。あー、なるほど、通る。マグナムと持ってくる。通るのか、なるほどな。まあ、ブラックメタル召喚。なんかありますね。増殖する G でやるとありがたいんだけどな。ビーステッドだとちょっとめんどくさくなるか。ビーステッドだとちょっとめんどくさくなるか。まあ、とりあえずストライカー出すのは確定していく。ブラックメタル、マジ強いんだよな。ちょっとメインデッキの枠めっちゃ取るんだけどね。それがなかったらこのカード普通にドラゴンリンク、ガチのドラゴンリンクでも採用できるよな。なんか俺昔はね、このなんかブラックメタル使ってなんかリンク伸ばしてなんかドラゴンリンクしてた記憶あるんだけど、その頃のデッキどっか行っちゃったからちょっと覚えてないけど、なんかこんな感じで動かしてた記憶あるわ。初期の頃、守護竜全員生きてた時ね。守護竜、アガーペインも、エルピーも生きてた時ね。で、まあレッドアイズダークネスメタルの効果、そう。自分の墓地から、ドラゴン族、まあ、自分の手札墓地から、レッドアイズダークネスメタルドラゴン以外のドラゴン族モンスター一体を選んで特殊ができる。いや、これ多分だけど、B セットですね、これ。あー、なるほど。ここで使ってくるか。なるほどね。多分ね、ここちょっと早いな。それね、あんま関係なくて、手札からも出せちゃうし、そんなに関係ないが、ここ使って普通に貫通されるぞ。どうしよう。まあ、アブソルーターでいいかな。アブソルーターでいいか。どこが一番いいかと言われると、バレットリチャージャーとかのところが一番効くと思います。あの、ベイセットはね。リチャージャーとか、デリンジャラスあたりを除外してあげるのが、多分一番いいと思うわ。これあんま関係ない。レベリオン、特殊して、これ、フクラクインかな、置くの。まあ、とりあえず、アブソルーター効果で、トレーサー持ってきましょう。はい。
で、ルベリオン効果発動して、まあ、悪印の獣じゃなくてちょっとアドバンテージ稼ぎに行きたいんで福楽印で、まあ、福楽印を置くか楽印の獣を置くかはちょっと難しい問題ではありますね。楽印の獣の方がまあ普通にその破壊圏の妨害にはなるんですけど、やっぱドローの観点から見るとさすがに福楽印、あとモンスター増やす欲張りもあるし、福楽印が強いっていう説もあってこれちょっと難しいですね。確実に妨害になるのは一応獣なんですけど、リボルブートセクター発動して、これ2体出せますね。これ2体出せますね、リボルブートセクター発動で、バレットモンスターを2体特殊召喚できるんで、まあ、とトレーサーとリチャージャー出していく。いやーこれビーセットもいるからアナコンダいけるかな。これ無理かな。ちょっとカオスルーラーで何拾えるかによるか、カオスルーラーで何拾えるかに結構よるっていう説はある。これねレッドライズ融合体出るかもしれません。ちょっとカオスルーラーガチャに失敗した場合はちょっと分かんないけどカオスルーラーガチャに失敗する場合あるからな。あ、ちなみにこうピスティは除外ゾーンからドラゴン族呼べるんで、さっき除外されたレッドライズダークネスメタル呼び戻してこれるんですね、除外ゾーンから。だからこれを特殊化されるとあんま意味ないから、だからビーセットは多分ここじゃない、打つところは。でもねこのデリンジャラスとかなんだよな。それかまあピスティの特殊召喚のところに合わせてもう、まあ、一応若干バグるけど、まあ今回の場合はあんま関係なかったけど、でもデリンジャラス除外するのが一番いいんじゃないかな。まあストライカーでどうせデリンジャラスね、墓地を食ってリチャージャー回収みたいな動きするから、まあそこでリチャージャーを普通に除外しちゃうっていうのもあるし、デリンジャラスそのまま除外しちゃうってもあるし、うん。でですね、ストライカードラゴンの効果を発動、フィールドの表示モンスターを破壊し自分の墓地の、バレットを回収。ここがビーステッド打ちどころなんじゃねえかな。ドラゴンリンクはここが一番クリティカルだと思うわ。で、デリンジャラスを特殊召喚されるプラスバレットレーサーが出てきて、リンク値が1個伸びる。オッケー、これでリンク5ですね。221で現れろ、我が道を照らす未来回路、召喚条件は豪華モンスター3体以上、このさらしてからに終焉をもたらす我が神父リンク召喚も現れろ、リンク5バレルエンドドラゴン、かっけー。福楽院使っちゃおうか。デリンジャラス戻す必要あんまりないけどな。バレルエンドドラゴンの効果、自分のフィールドのモンスターを効果を無効にし、バレットリチャージャーを墓地から特殊召喚。さて行きますか、カオスルーラーガチャをぶち込んでいきますよ。うわっ、いけ。さあカオスルーラーの効果デッキトップを5枚を、めくって、その中から光闇モンスターを回収。まあまあ、いやでもバルドレイクはゲットできたわ、いいか。いやちょっと待って、いやちょっとレッドアイズファングもレッドアイズフュージョンもいっちゃった最悪なんだけど最悪や、絶対落ちちゃいけないかと、めっちゃ落ちちゃった。ちょっと経過変更します。レッドアイズフューチャーが打てなくなってしまいましたので、普通におとなしくする取得しかねおとなしく取得しなくなっちゃった。カオスレラーはこういうこともあります。本当はレッドアイズファングとかレッドアイズフュージョン落ちない方が良かったんですけど、あれできるんで、レッドアイズフュージョン打てるんで、まあ、しょうがないですね、これに関しては。ちっしょ。で、まあ、バレットシンクロンをボディッキリ戻しながらカードを1枚ドローしていく。まあ、手札が初引けると嬉しいな。うわ、ゴミこういうこと起きるんだよな。こういうこと起きるんですよ。うん。こういうこと起きるんですね。カオスリーダー出さなくてもいいですね。これでエンドしましょうか。これ楽園だったらこれアルバスセットされるんだけど、やばいかもしれん。ちょ待って、アルバスセットされたらどうしよっかな。どうしようもできないんだけど、やば。普通にドルバルドレイク、あ、ドルドブル持ってくしかないんだけど、いやこれめっちゃきついな。アルバスだった場合、アルバスセットの動きに何の抵抗もできんけど俺。これ大丈夫、アルビオン、アルビオン
アルバスの楽実質アルバスの楽印来た実質のある実質アルバスの楽印来た楽印断罪を墓地に送って、はい、え、これ今どこから送った、手札かな、うわやばい、特殊召喚やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつって効果でアルバスの楽印になってるね、効果でアルバスの楽印になってるからバレルエンドドラゴンで無効にすれば多分大丈夫でしょこれ。やばい、危ない、アルバレだとスカイヒ向こうなってる、いや、クルクソだ、黒ゴールになってる、黒ゴールになっている、大丈夫だ、黒ゴールになってるから多分これアルバス扱いじゃないから、それは普通に向こう、いや、ってことはこれアルバスのすびきはないな、さすがにこれで俺アルバスのすびきセット、もアルバスのすびきしたら多分セットから入ってると思うんだよな、だから多分これさすがにアルバスはないはず、危ない。ケアするカード多すぎるだろ。断罪はいいよ、はい、もういいです、効果は無効にしたんで、楽園融合はもうこのターンは打てないことにはなっております、はい、これターン1なんでね、このカードはターン1で発動なんで効果無効にしてるから大丈夫、アイビスはそれは強いよね、効果無効だから、はいはい、オッケー、やぶねー、クソ危ねー、これ超融合アルバス両方ともねクリティカルにヒットするんでね、まあ、とりあえずドルイドブルム発動していいか、ドルイドブルム発動してどうしようかな、ストライカーかな、ストライカー除外して特殊召喚、やべ残り6時間60分しかねえで、フクラクイン効果発動、まあ、回復するから大丈夫だと思うけど、あ、うらら強い、いいね、バロネス抜いちゃったんだよな、やっぱバロネス入れた方がいいか、これバロネス入れた方がちょっと伏せカードケアできるかな、まあ、一応バレルエンド発動して、まあ、サロニエル効果無効にしながらリチャージャー特殊したい、 OK、まあ、これでサベージ出していけばいいか、ちょっとバロネス抜いちゃったんでね、バロネスはちょっと枠何がいらねえかな、ソーンバレルとかいらないかな、ぶっちゃけあんまなんか、まあ、リンクモンスターを叩き合ってね、モンスター出せるのめっちゃ強いんですけどね、ソーンバレルを抜くかなんかしないとバロネスはちょっと出しづらいかなといったところではあります。さあとりあえずルベリオンの効果、相手がリンクデッキだとな、なんか強いんだよな、ソーンバレルって、そこが難しいとこですね。さああとは爪の作業になってくるんだが、黒五竜アルビオンは一応めんどくさいけど、こっちか、墓地行くと、アルバスが墓地行くとなんか起動できるカードあるかもしれないし、セカード結局あのデッキはサロニールはいいわ、はい、それは墓穴で、まあ、無効にして、でサロニールゲームから除、これであとは伏せカード2枚なので、1枚あのアビスで無効にできてサベージで無効にできるので多分大丈夫ですね。ってことはこれレッドアイズの演出が見れます。皆さんお待たせしました。お待たせをいたしました。サロニール戻してあげよう。サロニールは君の時に返してあげよう。スッ。OK? で、あ、そうか。俺、楽園の獣も墓地落ちてんのか。ちょ、ルベリオン出してみなかった。まあ、じゃあバトルか。これ、普通にバトルだ。バトルフェイズ。さあ、バトルフェイズ。マグナムトル相手のアルバスの楽園を攻撃。過去、クロゴリアルビオンを攻撃。そして、いけ、アビスゼアダイナタタック、さらにバレルロードサベージドラゴンでダイレクトタック、そして俺のバトルフェーズまだ終了してないぜ、現れろレッドアイズブラックトラック、黙れ黙ってろ、バレルロードサベージドラゴンの効果発動、相手が発動したカードの効果を無効にする、うわーレッドアイズブラックドラゴン超絶激レアモンスターだぜかっこいい、いけ黒煙弾かっけー、マジでこの演出はマジでかっこいいわ、この演出見れるだけでこのデッキ使う価値がある、なるほど龍一ですね、これはもう相手の展開見守らざるを得ないハンドですね、これは何シンプル大交渉アース、ここは群雄割拠フェスじゃないぞ
やばい、でも大光子アース結構強いな。え、これ何？あ、ビーナス。え、ネプチューンあんのかな。トランスターン、すげえガード入ってんな。トランスターンは強っ。やべ、強引なビーナスへの展開を見せつけてきたぞ。ホーリーシャインボールやばすぎ。いやー、ちょっとこれやばいか、さすがに。この展開通ると、あの、ろくなこと起きないんですよね。ほんとなんか、弾を想像する女。弾を想像するとともに、世界の終焉も想像してると言われていますね、このモンスターは。失礼なこの天使やば。さあ、スカルデッド爆弾させて、これは一体全体何置きですか？一旦一度自分のメインフェーズにモンスター特殊か。うわ、アテラ出てきちゃったー。アテラとかいう激ヤバモンスター出てきたー。え、マジで群雄割拠フェスじゃん。やばい、ちょっと、あの、強い。ディバイナーはさす、やべ、強いな、それ。え、待って、それ強ない？やば、痛い痛い痛い。アテラの効果は、ちなみに自分がいる状態で天使とか特殊召喚されるたびに、相手のライフに600ダメージ与えるっていう効果で、一応あの群雄割拠フェスで、あの、使い回してめちゃくちゃなことを起こして先行暗記してたんですけども、なんかやばいこと起きそう。え、これもしかしてさ、あの、転速モンスター出てきすぎて俺のライフ一瞬でゼロになるとかないよね。大丈夫かな。え、なんかこっからまだまだ展開しそうな勢いあるけど、これあかんな、これやばいぞ。これ普通に破壊の大光線送ってる、やばい。え、おお、弾出しすぎだろ、やばい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 。ちょ、あかんって、俺のライフも1800しかないんだけど。ちょ、待って ちょっと待って、アテラさん落ち着いて、アテラさん落ち着いて。やばっ、このデッキやばっ、強いやんけ。おい、ちょ、その展開俺にも教えてくれ。